こんにちは。今日は大網白里島でちょっと遠出して公園に来ました。お腹池公園です。せっせとやってる麦わら帽はうちの麦、駐車場も完備されているけど、すごい来るまでに、だいぶ迷ったというか、ここ入るのかっていうところ通ってくるところなんで、迷いがちです。でも施設にこれから行ってみたいと思います。県内有数の長さのローラースケート。遊ぶ前に腹ごしらえ。県内有数のローラースケート台に今向かって、この長い長い階段を、あ、途中がロープになってるのここか。それから皆さん遊びに来るときには必ず段ボールを持ってきてくださいね。いろんなブログに書いてあったんで。でこれきついな。これやばい。一応これ階段、丸太の階段越えたらロープのネット、その上がなんか砂で登るタイプで、とりあえず登ります。登り切った先にはここから滑り降りるようで、でも上に来るとこれが、お腹池っていう池だな。広い、気持ちいい。やってる人いないからダメだろうけど、遊びなんかしたら楽しいかもしれない。すごい景観が最高です。ここから出発。あ、結構早い。うわっはははは。あはは、だいぶ恐怖です。超速い、ね、ちっちゃいお子さんとだったら絶対に一緒に滑んないと結構な大惨事が待ってますんで、よいしょ。撮影しつつ左手には段ボールを持って上がっております。それでまあ、大網白里町の小中池公園、すぐ近くには、有名な昭和の森だったかな、そっちは有料な公園なんだけど、こっちは空いてて穴場でいいですよ。ぜひ遊びに来てください。バイバイ。あ、繋がってんだ。聞いてた。うん、ここちょっと追記で鯉がいました。しかも全部でかい。全部虫並みじゃない？主黒い。あ、本当だ、ゴールド。え、どこ。え、あっち、浮かんでるやつ。あれ、そうなの？あれ主じゃん、まさに。
うん、光ってる。ピカピカ。なあ、カメもいる、カメ。わかり、カメがいるよ。カメまでいます。ああ、ここにもカメいっぱいいるわ。上がってる。うん、そこでも水の中にもいるし。あ、金のやつ、ほんとだ、すごいね、あれ。取れるかどうか今入ってみます。ね、こんな感じで自然を。でなんとここが上がっていくと、さっき言った昭和の森公園につながっているそうです。でもここは足元が抜けそうで怖いな。金はいるけど